サウンドミーティング、ここからは、ゲストの方をお招きしまして番組を進めていきたいと思います。本日のゲストはですね、フォステックスさんより、山口さんと佐藤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フォステックスさんは、まあ、楽器メーカーとして有名な会社なんですけども、どういう機材を扱われてるんですかね。はい、そうですね、やっぱり今ご紹介いただいたようにフォステックスっていうと、どちらかというとその、まあ、楽器屋さん、ミュージシャンというか、そういったところで名前を聞かれた方、もしくはあとスピーカーですね、はい、こちらなんかで名前を耳にしたことがある方っていうのは多いかもしれないんですけども、はい、そういう機材もやっているんですけども、実はですね、他にも隠れた機材といいますか、いろんなことやってまして、例えばですね、まあ、今日もちょっと実はここの場所に持ってきてるんですけども、はい、この FM3 っていう機材がありまして、実はこれまあ、ミキサーなんですね、はい、ただミキサーなんですけども、そういうミュージシャンの方が使うようなそういうミキサーとちょっとやっぱり違いまして、例えば皆さんやっぱりそのテレビ番組とかでニュースだったりとか、ドラマだったりとか、映画だったりとか、そういったものってやっぱり皆さん、まあ、耳にするというか見たり聞いたりってことあると思うんですけども、はい、そういうものの制作に使っていただくような、本当にまあ俗に言う業務用の、そういったミキサーなんですね。そういったものなんかも実はやっていたりですとか、はい、まあ、あとはそのミキサーの他にもそれを記録するためのレコーダーですとか、そういったものなんかもやっている、まあ、そんな実はいろいろな幅広い、ことをやってるのが私どもフォステックスっていう会社だったりするんですね。なるほど。これはじゃあ、まあ、テレビ番組とかで結構使われたりするってことなんですかね。そうですね、うん、結構、まあ、民放さん、国営放送さん、いろんな、うん、まあ、ラジオ局さんですとか、はい、そういったところなんかでも使っていただきますし、まあ、あとはテレビ番組関係以外でも、先ほどちょっと申し上げたように映画関係、うん、映画制作なんかではかなり使っていただいておりますね。この FM さんという機材は、はい、何がいいんでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとラジオなんで見た目のところになってくると、実は小さくてすごく頑丈 で、あとこの手のミキサーにしてはすごく軽いっていう。なるほど、はい、あとはですね、一番の特徴としてはその画面が実はミキサーについてるんですけども、今までこの手のミキサーっていうのがその画面ではなくて、俗に言う VU メーターっていった、うん、針でピコピコ動くような、そういう、まあ、俗にアナログメーターだったんですけども、この FM3 っていう機材はですね、そこを画面上で有機 EL っていう、まあ、最近よく携帯電話とか携帯ゲームとかそういったものなんかに使われたりすると思うんですけど、そういったものなんかに使っている有機 EL っていうメーターを使ってるんですが、それをアナログの針の VU メーターを、まあ、エミュレーションしてるというか、再現してるんですね、はい、ちょっとですね、やってみるとここでははははこんな感じでピコ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 っていう感じで、まあ、ちょっと今やってみてるんですけども、画面なんですけども、そういうアナログの針の動きなんかを画面上で作って、それで表示してるっていうところがすごくユニークなところですね。なるほど。今日はスタジオの方にいろんな機材を持ってきてもらってるんですよね。そうですね、なんか今日ここにもう一つ大きいミキサーがあるんですけど、これは何ですか。そうですね、これは LR16 というまあ、ハードディスクレコーダーなんですけども、はい、まあ、ミキサーがついておりまして、でこちらのミキサー、まあ、ミキサー付きのいわゆるハードディスクレコーダーというやつでして、で16チャンネルと4バス、はい、で2ミックスのアウトということで、はい、これの特徴的なところとしては、アウトプットが豊富にあるんですね、で割と今売られているハードディスクレコーダーミキサー付きのやつですと、はい、アウトプットってだいたい2ミックスぐらいでして、でこれは全部で8チャンネルまでアウトプットできるんですけれども、で8チャンネルアウトプットできるっていうのは何がいいのかっていう話なんですけれども、いわゆる何でしょうね、ミュージシャン的に言うと、はい、まあ、ダブミックスしたりとか、ライブで自分のお気に入りのエコーですとかディレイ持ってったりとかフィルター持ってったりとか、皆さんそういうことすると思うんですけど、例えばスネアの音だけにバーンエコーをかけていきたいですとか、まあ、そういった使い方ができるんですね。で2ミックスだと結局全部にかかるじゃないですか、はい、でそれだとダブミックスにはならないので。そうですよね、はい、でこの機材なんか使うと中に全部トラックを仕込んでいって、で例えばスネアだけには自分のお気に入りの、はい、エフェクターをつなぐですとか、そういうことができるの で、ちょっとこれ操作してみますと、はい、
こちらの方に再生ボタンがあるので、でここ LAN ケーブルでつながってるんですけども、ミキサーに再生ボタンがついてる。そうなんですね、まあ本体側にももちろんついてるんですけど、